性格傾向数7の人々は一人でいることを好みます。彼らは自分が考えていることを明かさず、内に秘めたままにします。彼らは自分自身に関する質問を好まず、本当の自分をゆっくりと見せていきます。彼らに対して詮索したり責めたりすると、彼らは距離を置く傾向があります。性格傾向数7の人々とうまく接するためには、彼らが一人でいたいと感じるような時間や空間を提供する必要があります。彼らが自分自身をゆっくりと表現できる環境を提供し、互いの距離を尊重することが重要です。